ブルエンロックス、ジェイコムがお送りしました。東京ヘムから全国38局へ向けて授業中、スクールブロック、今年も未確認フェスティバルの開催が決定。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 エントリーの受付は2月28日火曜日から X でスタート。京都らしさです。さあ、そして改めまして、本日の生放送教室にはジ・オーラルシガレツ先生。はいはいはい、どうもありがとうございます。やっておりまーす。ありがとうございます。全然違う。どうもありがとうございます。こんにちは。なんかアメリカでこういうアニメあったよね。ありましたっけ、こういうなんかあのコミカルな動きをするアニメ。手をね動かしながらやってましたけどね。はいはい、どうも。じゃあ2時間よろしくお願いします。これタモさんだから。これタモさんだから。こうじゃオールシー先生、髪切った？これほっといて全員タモさんとかじゃない。相手をやれ。モリンタモさんちょっと面白いかもしれない。これ面白い。行きましょう、これ。行きましょうじゃない。新ジャンル。今日ね、アンオフィシャルというアルバム、各アルバム発売されているんですけれども、はい、ツアーがもう決まってんですよ、来月から。はい。はい。これがあのね、なんか2種類あるっていう認識でいいんですか、これは。そうですね。そうですね。唇ワンマンツアー、はい、アンオフィシャルブランチツアー2017っていうのがまず3月21、22、28と東名阪で3カ所で行われるじゃないですか。でさらにその次の4月の6日からはアンオフィシャルダイニングツアーと題して、はい、これもまた全国各地回られて、はい、これも種類というか中身もちょっと違うとかそういうことなんですか。あんま言えない。あ、そうですね、あの中身で言うと、はい、あのちょっとブランチツアーの方が、まあはい、収容キャパ人数が狭めになってます。名古屋ダイヤモンドホールだったり、はいはい、大阪ビッグキャット、うん、はい、はい、で、まあ、よりライブハウスっていうところでより近くで、表現できることっていうのをもう一回ここで2017年表現しときたいなっていうのがありまして、はいはい、でそこからあのダイニング、ツアーの方は、はい、あの我々ジオラルシガレツの、はい、今までのツアーの中で最大規模のツアーになるので、はい、こっちのダイニングのツアーの方では、はい、あのこれからオーラル大きくなっていってこういうステージもするんだっていうのを感じてもらえたら嬉しい、うん、これもだから全国岡山高松高知札幌仙台新潟、うん、福岡広島ゼップ名古屋ゼップ大阪ベイサイドと来て、はい、6月16日金曜日についにですね、これはね、はい、日本武道館おめでとうございます。おめでとうございます。どうなんすか、この、まあ、アーティストにとっての日本武道館、オーラル先生にとっての日本武道館っていうものはどういう存在なんですか。まあ通過点です、まあ、通過点ですね、うん、別にゴールでも何でもないし、うん、何でもないですね、終わるものでもないし、うんうん、まあでもそのお客さんによってやっぱり特別な場所であったりもするので、うん、それもちゃんと踏まえてライブしたいなとも思ってますし、はい、でもあのちゃんと言いたいこともいっぱいあるので武道館のステージでね、うん、はけたらいいなと思ってます、うん、鈴木先生としてはこのどういうツアー、どういう日本武道館になればいいなとかってあります。そうですね、はい、まあ武道館含め、まあ、次のツアーで、はい、まあ、さらにね、多分2017年、うん、このアンオフィシャルっていうアルバム出して、うん、その先さらにオーラルがどうなっていくのかっていうのを、はい、こう体で体現してね、うん、もっともっとでっかくなるよ僕たちはっていうのをしっかりお客さんに提示できたらなと、はい、そういうツアーにしたいなと。だからこういうところで見れるのも、はい、多分今回があれみたいな手の届くところを見ることができるのがってなっていけるようにちょっと頑張っていきたいなとも思ってるので、はい、お伝えできたらなと思っております。これじゃあいろいろね、あの各地場所だったりとかチケットについては多分まああのホームページの方で詳細載ってると思うんで、うん、はい、オーラル先生のウェブサイトにみんな急いで、うん、まだチケット取れたりはするんですか。そうだ、これから発売とかですか。そうです、まだのやつもありますし、はい、そのブランチツアーと武道館に関しては、うん、アンオフィシャルを買ってもらうと、はい、そこの特典で先行予約みたいなのができるんで、はい、もう順次待っておりますので。了解でございます。ぜひ CD 買って応募してもらえたらなと思っております。さあ、ジオーラルシガレツ先生を迎えて送る今夜の授業は、人には言えないここだけの話。さあ、生徒のお前が普段人に言えない秘密だったりとかここだけの話、うん、アンオフィシャルなことを聞いていこうと思ってんだけども、結構みんなあるからちょっと聞いてみましょうか。行きましょうか。行ってみようかね。もし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 、校長の富山です。京都の足田です。そしてジオーラルシガレツです。北海、あれ？いいよ、いいよ。いいよ、北海？北海道15歳、初日の出です。初日の出、初日の出、いい名前。めでたいね。いい名前。中学校3年か？
はい、そうです。受験生終わりました。ってことは合格しました。おめでとう。よかったね。よかった。で、初日の出はオーラル先生好きなんだもんね。いや、めっちゃ大好きです。そうね、うん、アルバムは聞いた？予約してます。やっぱり予約する人が俺は本物の好きだと思う。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがたいですよ、予約入ってね。楽しみに、じゃあ取りに行って、いっぱい聞けな、初日の出な。はい。で、これアンオフィシャルの秘密がまああんだよね。はい、そうです。これ言えるの、オーラル先生に。言って平気なのかこれ。大丈夫です。マジで？はい。じゃあ聞いてみます。はい、聞いてみましょう。なんだそのアンオフィシャルの秘密とは。と幽霊が怖くて一人で2階に上がれないことです。家の2階に上がることできないの？あの、怖いです。え、自分の家？自分家だよね。自分家です。中3だろ、だって初めて。新しい家とかじゃないよね。あ、違います。ずっと住んでる家。生まれた時から住んでます。慣れ親しんでないってある？え、めちゃくちゃ暗いんですかね。電気がないんかな、家に。で、ってことでもないの、別に。昼間はいけんのか？いや、昼間はいけます。夜暗くなったら怖い。あ、ね、あ、怖いです。あ、階段、電気つけても階段だけなんですかね。電気、なんだろう、はあ、ちょっとでも暗いところがあると、はあ、不安になります。はあ、階段で登っていくんでしょ？はい。え、この、なんでそもそも、うん、ちっちゃい頃からこういうのが怖かったの、初日の出は？もともと怖がりだったんですけど、うん、小学校5、6年ぐらいの時に、うん、テレビで怖い話を見たんですよ。順次か？友達みたいに言わない。順次だろ、多分。怖いな、怖いな。うちの順次。怖いな、怖いな。いっぱいいる、いっぱいいるよ。いっぱいいる。中西順次、みんな同じ役やってる。ほいで？で、なんか、生き霊がつくお話を見たんですよ。うわ、怖そう。それのお姉さんが、なんか、貞子みたいな感じで、すごい怖くて、家にもいるんじゃないかっていう。ちょっと、この笑い声聞こえない？誰の笑い声今？双子の姉が今、近くで聞いてます。双子なのか、お前。そこじゃない、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 双子だと思ってたから。双子ってなんや。双子の逆、双子じゃねえわ。一人っ子。なんだ、双子って。ああ、怖かった。びっくり、俺めっちゃ鳥肌立った、今。怖かった。え、じゃあどうしてるわけ、普段。一人ででも上がらなきゃいけない場合あるでしょ？あります、ね。どうしてんの？うん、なんだろう、一人で上がるときには自分でルールを決めていて、ルール、あの、上がるときに怖いので、うん、心の中でカウントダウンをするんですよ。うん、なんか怖そうだけど、逆に。あの、5秒前、4、3、2、1みたいなカウントダウンをすると、うんうん、なんか、うん、もうゼロになったら、貞子が、うん、後ろから猛スピードで追っかけてくるんで。なんで自分で追い詰めてるんだよ。だからそのゼロになる前にガーって駆け上がるっていうのを自分に課してるってこと？はい、それでなんか、あ、もう貞子は来ないぞって思って、安心して。ああ、なるほどね。ちゃんと時間内に行けば、なるほど、襲われないよっていう。なんか中西先生的に、なんか例えば、じゃあこんなのどうみたいな、はいはい、あったりします？解決策的なものですか？まあ怖いものって思ってることがまず間違いで、そもそも、うん、はい、ほう、そのね、あの、いろんな人がいますから、はい、あ、そっちの世界にもね、詳しいです。こっちの世界にめちゃくちゃ怖いねんけど、そのすごい、あの、僕のためにこう、ね、支えてくれる人もいれば、ね、なるほど ね、何かの暗示というか、はい、ね、知らせてくれる、はい、未来のパターンもありますし、はいはい、みんながみんなが怖いもんじゃないから、はい、あ、もう全然そんな、はい、襲ってくる、なんて、な、来ない。いや、今日も友達になってましたね。カウンセラーの方も来てたから。いや、違うんですよ。違うんですよ。バリバリドラム叩いてる人です。ご自宅でドラム叩いてる人です。怖いな、怖いな。
怖いな怖いな。なんか拓哉さんの声に突っ込んであげて。ミキコやめてください。怖い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 。お前だー。いや誰じゃ、何の犯人さが。何で俺に刺して言うんですか。なんかやりたくなってしまう。どうしたらやりたい放題。いやでも聞かせてくれて、まあよかったよ、ほらね。そうですね、日の出がね、うん、何より双子がいるってこと。双子が一番怖い。いや、どういうこと。事実が、どういうこと。一番びっくりした。何がやねん。初日の出ありがとう。ありがとう。はい、ありがとうございました、うん、はい。まあ、聞いてるやつで俺もそうなんです、私もそうなんですって言ってるやつもしかしたらいるかもしれない。たくさんいるんじゃないですかね。そうね、うんうん、もし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 、校長の富山です。京都の芦田です。そしてジ・オラル・シュラルです。北海道16歳カナアットロックです。カナアットロック、カナアットロック、北海道続くね、うん、高校1年か、はい、今1年です。カナアットロックもオーラル先生あめっちゃ好きなんだね。大好きです。わお、アンオフィシャルは聞いたもん。買った。買った。お、買いました。ありがとう。せっかくだからこんな機会ないから本人いらっしゃるからさ、ちょっと感想伝えとこ。うん、はい、うん。全部好きだったんですけど、うんうん、特にエンドロールが今の自分のアンオフィシャルなことにぴったりで、うん、記憶に住んだ星を消し去って夢の末方へという歌詞が、うん、今よりもなんか頑張ったら。辛いことも乗り越えていい関係になれたりするんだなって感じました。うん、嬉しい。歌詞もちゃんと見てくれてるんやな、ね、はい、嬉しいです。出たばっかりなのにまだ曲も ね、うん、これどういう風にこの関係してるわけ。このエンドロールのその部分とカナアットロックのアンオフィシャルな秘密はと、うん、私のアンオフィシャルなことは、うんうん、北海道から東京に引っ越してしまう、うん、引っ越すことを親友に言えてないことです。え、いつ東京には出てくるの。3月です。もう来月か。すぐじゃん、はい、それは親友に言えないっていうのはどういうその心情から言えないかな、はい、トロックはとやっぱり、うんうん、離れてしまうのは悲しいし、うん、うん、なんか、うん、まだ現実は引っ越すっていう現実を受け入れられてない自分がいて言えないです、うんうん、決まったのはいつだ引っ越すってことは。1月の20日に決まりました、ね、10日ぐらい前に突然決まったの。これは決まりました。突然決まりました。じゃあ気持ちの整理がまだ自分もついてなかったりするんですかね、うん、はい。この間に伝えようとは思ったの、はい、その親友には。その親友と3回遊んでて、うん、決まってから3回遊んでて、うん、この前も一緒にカラオケに行った時に言おうとして、うん、でオーラル先生のエイミーを歌ったら感動して、うんうんうん、もうこういう楽しい時間も過ごせないんだなと思って、うん、泣いてしまって、うん、言えなくなってしまって、うん、それからずっと言えないままいます。その時はでも友達はさ、どうしたの、はい、とかってならなかった、カナに対して。どうしたのって言われたんですけど、うん、曲に感動したって言って。そうか、これでも山中先生気持ち分かりますよね。このどうしても言いたくても言えないっていう。そうですね、うん、うん、なんか言いづらいことはやっぱりありますしね、うん、でもそれって多分きっとその時間経ってからなんか、はい、あの時は言えなかったけど今は言えるようになって成長したなだとか、なんかその親友って、はい、俺も16とかの時にあの中学の時ずっと仲良かった親友がいたんですけど、はい、そいつとずっと一緒にいたんで離れるのすごい嫌だったんですよ、はい、でも今25になって、はい、久々にそういうあの親友と会った時のなんかお互いこう確かめ合う感じ、はい、俺成長したぜ、はい、お前も成長しただろうみたいな、はい、なんかそういう感じの良さもやっぱあるし、親友だから絶対にそこで縁なんて切れるわけないんですよ、その時は悲しいだけで、はいはい、うん、だからその子に会う、その来将来の親友に会うために、はい、うん、自分も成長して、
相手も成長してっていう時間を過ごすために離れるっていう考え方を知ったらいいと思うし、うん、なんかその親友にも正直に言えば、正直に言って、私こう思ってるよって、うん、また何年後会おうねとか、まあ1週間後でもいいっすよ全然、1週間後でも2週間後でもまた会おうねって、なんかそう言える関係性をずっと続けていくことが大事だと思う。いい、うん、ね、うん、なんか距離離れる、離れてそのまま離れてしまうのは親友って言えないのかなとも思うし、うん、そんな、軽いね結びつきじゃないと思うので、ここまで悩んでるっていうことはね、うん、だから絶対大丈夫だと思う、言ってそこからよりより親友になれると思うので、うん、勇気出して大丈夫、はい、うん、どうだかな今山中先生の話聞いて、うん、すごい勇気出ました。うん、いいね、うん、よかったっすね、はい、で言ったことによってまだまだ時間もあるし、うん、ね、そこでこう、うん、じゃあ、うん、あそこ遊び行こうよとか、そう、うん、俺と先生のライブ行ったりすればいいんですよ、それこそ2人でね、うわ、はい、そんなんもうちょっと泣けるわちゃんとしっかり伝えておいでかな、うん、はい、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。エイミーをこの2人でね歌った時のように、このまたエンドロールも2人で歌って、はい、うん、なんか2人のこう思い出の曲をたくさん増やす時間にね、残りのこの1ヶ月ぐらいなのかな、そうですね、当ててくれたらいいんじゃんね。さあというわけで、そろそろ黒板の時間が来てしまいましたということで、はい、はい、オーラシガレス先生に黒板書いていただきたいと思っております。はい、はい、じゃあ山中先生、はい、はい、お願いいたします。いきます。はい、カキ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 、うわ、いいね、この黒板の音やっぱ久々に聞く、そうそうそう、もういいっすよね、いろいろ思い出すわーと思って、誰もが聞いてる音じゃないですか、これすごくないですか、すごいです、ね、たまにちょっとキキッとか言って、はい、耳障りの音もするんですけど、はい、それもまたいいんですよね、よしですね、うん、あとチョークをそのツツツツツッてテン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 、あの技ね、あの技、そういややりました、あれよくどこまでいけるか、俺うめんだぞみたいなやつ見ましたねやってたな、結構長めに書いていただいておりますね、バンド名が長いんですよね、めっちゃムズい公式とか書いてる見つけたぞっつって額が高いだけにこの放送中に公式見つけたぞ、世界が騒然とするような、さあそれでは山中先生読み上げていただいてよろしいでしょうか。はい、あなただけの伝え方を大事に、あなただけの伝え方を大事に、はい、はい、きっとあの伝える、人に伝える、何かを伝えるとかいう時って自分と他者がいるじゃないですか、うん、その自分と他者ってそこにしかその二人の歴史はないんですよね、その関係性とか歴史っていうのはその二人にしかなくて、だからそこで成り立つ伝え方が絶対あるんですよね。なんか、あの時変な言い方させ、変な言い方しちゃって嫌な思いさせちゃったなとか思ったとしても、そこの二人の関係性があるからこそ、なんかそういうことを感じれるし悩めるし辛いなって思えると思うんですよね。で、そういう悩んだり辛かったりした時にもっと考えて、じゃあ私は次伝える時に何をこの人のために、伝えてあげたらいいんだろうとか、なんかそれが優しさだと思うので、でなんか自己表現とかってあれじゃないですか、その本当に誤解を招いたりもすることもよくありますし、でもそれって本当に失敗した分だけ自己表現ってどんどん上手くなっていくと思うので、全然失敗っていうのは悪いことじゃなくて、本当にそれを経験していくことであなただけの伝え方っていうのができると思うので、あなただけの伝え方を大事にという言葉を書かせてもらいました。はい、今山中先生がおっしゃってくださった言葉は、その今聞いてるみんなと友達の関係だったりとかするだろうし、うん、僕たちスクロブロックとオーラル先生もなんかそういう関係で俺は荒れるとこれからも思うので、うん、はい、はい、嬉しいっすなんか照れくさい、なんかこの場のラジオだから出る言葉とか、うん、なんか
そのね場所によっても相手によっても変わる言葉がやっぱあるんで、はいはい、そういうの大事したりですね。今日2時間本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来てね。ぜひもちろんもちろんあらだすもちろんマグカップ使ってね。よっしゃー。明日夜中に再び開講だい。起立。当たって最後は石谷さんお願いします。はい、レイまたー。